次に、披露させていただく曲ですけれども、10月に、道の駅よさこい踊りという祭りという、お祭りがですね、仙台市内の方で、開かれているんですけれども、そちらの方で、踊り、みんなで踊れる曲になっております。名前の通り、道の駅キッズよさこいということで、子ども向けの、かわいい、踊りになってますので、子どもが踊っても大人が踊っても可愛い振り付けですので、ぜひ、ご覧になっていただければと、思っております。はい、じゃあ踊り子の皆さん準備は OK かな。はい、それでは、道の駅キッズよさこい構え。
で、はい、ありがとうございます。道の駅キッズ酒井、披露させていただきました。続きまして、最初に、踊った石狩鮭サンバ、こちらの方を皆さんで、踊りたいなと、思っております。高くいたわせてくればよかった。